ハロー YouTube、 どうもドナイ山本です。今ですね、パリオリンピック女子サッカーなでしこジャパンのグループリーグ最終戦の、日本対ナイジェリア戦が終わりまして、3対1で見事勝利しまして、準々決勝進出を決めました。はい、まずはね、しっかりと3対1で勝ててよかったなということからね、話そうかなと思います。はい、まあ、これでグループ2位が確定しまして、さっきねブラジル対スペイン戦もねだいぶ荒れた試合だったんですけど、それも終わって 2-0 でスペインが勝ってね、はい、2位通過と、スペインが1位で2位が日本ということになったんですけれども、まずナイジェリア戦からね振り返ってみたいと思うんですけど、まあ結構ねメンバー変えてきまして、まあセンターバックはねなかなかあれだったんで、まあ、センターバックより前のね選手たちをね、だいぶローテーションできてよかったかなと。で、まあそうですね、まあ、石川リノン選手とかもね今回初めて出てきて、そうですね、あとはまあ北川選手がね復帰したのはね非常に喜ばしいですね。まあ、ずっとベンチにも入りたかったんでどうかなと思ってたんですけど、なんとか間に合ったようでねよかったです。あとはまあ林穂乃選手が初出場、いつもの長野風花選手のポジションにね入ってということだったんですけれども、まあまずね、なんといっても北川選手ね、もう躍動してましたね。ウイングが北川守屋のね、まあ、両ウイングの組み合わせだったんですけど、もう本当この2人の運動量がねめちゃめちゃ多くてね、すごいサイドがね、まあ、攻撃の起点にもなったりしてて躍動していました。ただやっぱりすごいハードワークでね、なんかすごい負担も多くて、もう両サイド負担が多くてね、ちょっとこれ今後のこと考えて大丈夫かなとか、まあ、そもそもこの試合90分持つのかっていうのと、あとまあちょっとやっぱ中2日でね続いていくから、ちょっとね、まあ、そこら辺も不安なんですけど、まあ、なんとかリフレッシュしてほしいなというふうに思います。本当にもう北川選手も本当嗅覚がすごいし、ボールへの嗅覚すごいし、なんといってもフリーキック、えぐい曲がって、もう中村俊輔みたいなね、素晴らしいフリーキックでしたね。まあそんなに近いわけではなかったんですよ。そんなに近いわけではない、若干ちょっと遠いかなって位置だったんですけど、直接、グインって曲がって、えぐいわ、あれは。本当にね、いやー、なんか男子にもああいう選手欲しいですね、本当に。すごい直接フリーキックでね、しびれました。素晴らしかったかなというふうに思います。まあ、あとはね、まあ、それだけでなくね、普通に攻撃の起点になってたし、守屋選手もね、ブラジル戦に続いて、いい働きをしていたのかなというふうに思います。あとはね、まあ、ボランチ入った林穂乃選手がね、うまく機能したから、まあ、結構ね、まあ、地味だったかもしれないんですけど、林穂乃選手がね、しっかりとね、守りの起点になっていたし、まあ、それでね長谷川選手がね、攻撃の方に思うように動けたっていうのもあると思います。はい、そうですね、もう本当にね、まあ1点目、そう1点目のね浜野舞香選手のねゴール、まあ、あれでねとりあえず早い段階で取れて、まあ気持ち優位に進められたっていうのもあるし、あとね、なんといっても田中美奈選手にゴールが生まれてよかったですね。ブラジル戦が本当にねもう決めきれずで、最後のところでねもうポカがあって、それまではねいい動きだったんですけど、あと点入れるだけでどうしてもそこでねちょっと印象悪くなっちゃってたんですけれども、しっかりとね詰めて、植木のねえぐいヘディングの後のねこぼれ球もちゃんと詰めてね、はい、まあ、あのねあの詰め方、あれはもうセンターフォワードも田中美奈選手しかできないですわ。素晴らしかったですね。それでね、まあしっかりとねゴールできたから、これでね、気持ちもね上向きにいけると思いますし、あとはまあ植木ワントップ良かったですね。本当に植木のトップですごいねおとりになって人を引きつけて、で他の人がシュートを打ちやすい状況になってて、もう攻撃面はねそこが非常に良かったかなと思います。ちょっともう金井はやっぱ守備ですね。守備でちょっと簡単に自陣のペナルティエリア内までね簡単に持ち込まれることが多くて、すごいちょっとなんかすごい奥まで入っての守備になってて、なかなかね簡単にエリアに入られてたなっていう、そこがちょっと不安要素かな。まあ、高橋、熊谷、石川っていう並びだったんですけれども、そうですね、石川里乃選手も今回初めてだったんですけどね、ちょっとね不用意なところもあって、ちょっとやっぱり
ゴール前でのディフェンス全体、ゴール前でのちょっとね、あのボール回しがちょっと本当に危うかったですね。なんかちょっと気の抜けたように見えるところもあったから、結局失点シーンもね、そういったところのミスからだったんで、うん、まあね、ボール引きつけようとする意図はあるのかもしれないんですけど、それがちょっとうまくいってなかったかなという気がしました。山下選手もね、あのセービングとかはめちゃめちゃいいんですけど、やっぱりちょっと足元がブラジル戦についてちょっと不安なところはありましたね。うん、ただね、やっぱりその失点した直後にね、あの素晴らしいフリーキック、うわ、セミが飛んでんだもん、まあいいや、あの素晴らしいフリーキックでね、しっかりと勢い、流れを引き戻したっていうのはね、素晴らしかったのかなというふうに思います。はい、そうですね。まあ清家もね、清家選手もね、前の方で使えて、やっぱ清家選手は前の方で使いたいですね。うん、そう、あとはそうですね、まあ谷川選手はね、ちょっとまだ本調子じゃないからプレー時間が限られるっていうのもあると思うんですけど、まあしっかりとね、まあ数分でもね、ピッチに立てて、まあね、いい調子なんでね、まあピッチに立つってことは大事だと思うんでね。はい、というわけで、次のね、対戦相手がアメリカですよ。アメリカ、いやちょっとね、きついところ当たっちゃいましたね、本当に。うん、本当は1位通過したかったんだけど、まあ、2位通過になっちゃったことによって、うん、B 組1位のアメリカと当たるということでね、いやいや本当に厳しいと思います。あの単純な実力ではね、全然なでしこよりもアメリカの方が上だと思いますし、だいぶ苦戦を強いられると思うんですけれども、中2日ですけども、なんとかね、なんとかリフレッシュしてアメリカ倒してほしいなというふうに思います。まあ、アメリカを倒しちゃえば、あとはもうね、金メダルまでそのまま勢いづいていけると思うんで、うん、そうですね。まあ、ただアメリカも一時期ほどの強さはないと思うから、うん、まあ、世界最強なのは変わりないと思うんですけど、一時期よりかはね、うん、そんな強さはね、感じられないっちゃ、ワールドカップ見ててもそれはちょっと思ったんですけど、全盛期は過ぎてるな感はあるんですけど、それでもやっぱりね、全然日本より圧倒的に格上だと思うんでね、もう本当にしっかりと頑張ってほしいなと。うん、まあ、北川選手の復調が本当にでかいですね、それ考えたら。で、森谷選手もね、サイド2戦続けて結構ハマってるし、うん、いいのかなというふうに思います。うん、森谷、北川、あと清家、うん、そこら辺頑張ってますね。で、今回林穂乃香選手も出れて、うん、そうですね。でもやっぱストライカー田中美奈にゴールが生まれたっていうのもいいと思うし、うん、そうですね、まあ、悪くはないと思います。全然悪くはないと思います。なので、まあ応援するのみですね。僕らはもう本当にあと応援するのみという感じで、アメリカ戦なんとか頑張ってください。応援してます。というわけで、もうね、遅いんですけれども、はい、オリンピックね、皆さん体調に気をつけて楽しんでください。というわけで、頑張れ日本。あ、全然関係ないけど、あの途中ね、柔道も見てたんですよ。柔道も見てたんですけどさ、めっちゃ疑惑の判定がありましたね、本当に。うん、明らかに明らかに技かかって、技ありだったのにダメで、で次ね、同じような感じで技ありやられて、それは技あり取るって、なんか基準が分かんないから、なんか本当になんか柔道の誤審ひどいなと思いました。はい、まあちょっと余談なんでここで終わりにします。お疲れ様でした。